恋愛に役立つゆるふわな番組プチというプチですね、はい、この番組はだから、はい、あれですよ、恋愛に皆さんの恋愛に役立つための、はい、まあ、ゆるくふわふわとした番組ですよね、はい、ふわふわとして、はい、はい、ありがとうございます、のプチですね、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。はい、今日は、7回目ということで、はいですね、はい、博士も忙しい中いつもありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。聞いてくださってる方もありがたいです。聞いてくださってる方、はい、はい、ありがとうございます。はい、今回もあの相談の方は来まして、募集が来まして、はい、ありがたい、はい、ありがたいですね、ありがとうございます。そこからピックアップさせていただければなと思います。ちなみにどこに相談すればいいですか？ですね、YouTube のコメントでもいいですし、 LINE でも、はい、いいですし、LINE の、恋愛ユニバーシティ公式の、LINE があるんですけど、そこに友達登録していただければ、はい、いつでも急にポッと送っても全然大丈夫ですので、ゆるふわプチに相談したいんですけどって言っていただければ、いいですよね。はい。いいですよね。はい。はい。で、早速、また LINE からいただきました質問ですと。はい。まず読んでみますね。元彼に振られて5ヶ月ほど経ちますが、先日元彼から連絡が来ました。すごく嬉しくてすぐに返信したのですが、それから全く連絡がなくなってしまいました。アプリなどでいろいろな人とデートもしましたが、やっぱり元彼が好きです。復縁はどうしたらできますか、というご相談ですね。ちょっと6回目の前回と復縁に関してちょっと似てるようなところはあるかなと思うんですけど、まあ、ミスは何歳なんですかね。そうですね、年齢をいただいてないのでちょっとわからないですね、うん、本人の人も元彼さんもちょっとわからないですね。で、今回は前回とは違ってあれですよね、一度連絡が来てるってとこがミソなんじゃないかなと。うん、なるほど。はい、じゃあ言いますよ。はい、お願いします。これやっぱこう彼の気持ちを想像してほしいんですけれども、はい、まあ、5ヶ月ぐらい経って、まあ、久しぶりに連絡が来たってことですよね。そうですね、はい。じゃあどんな時にそういう連絡をするかって話ですよ。寂しくなったとか、はい、そうね、寂しくなったとか、なんとなく思い出したとか、うんうん、普通めちゃくちゃ復縁したくていきなり連絡してくるってことないと思うんですよね。まあ、大抵の場合は様子見みたいな。おお。でここで壊しちゃう人は結構いて、どういうことかっていうと、はい、なんとなく、まあ、元カノを思い出したので連絡してみたら、うんうん、ものすごいテンションが高いと、うんうんうん、もうなんか別れた時に一生懸命頑張って振ってやっと肩の荷が下りたと思って、また久しぶりに思い出してたら連絡が来たら、めちゃくちゃテンション高かったら冷めますよね。冷めます、確かにね、はい、冷めるんで、ここでテンション上がっちゃダメなんですよね。なるほど。テンションが男性より上がると大抵うまくいかなくて、なので、うんうん、まずこう様子見をこっちもした方がいいですよと。様子見です。で、うん、2つのことをしないといけません。はい、なんと。で、1つ目は、あなたが、私はあなたが最初に会った頃のあの素敵な女性よっていう、私はあなたが最初に会った頃のあの素敵な女性よっていうのを味わわせないといけないですね。思い出させるみたいな感じですね。そう、はい。でも別れた、振られたってことは、なんかダメだったり飽きたりとか、他の女性の方が良かったりしたわけなので、うんうん、そっちは絶対味わわせてはいけないですね。それ一つ目。二、はい、つ目は、私はあなたにすがりついていないっていう。おお、なるほど。そう、すがりついちゃってるとかいうか、復縁したくてしょうがないみたいな意図が見えちゃうと、後回しになったり、彼のテンション下がるんですよ。へえー。好きバレみたいな感じの、ちょっと復縁バージョンみたいな感じですか？はい、だからそうです、そうです。彼が振ったわけで、はい、様子を見てしてるのに、うん、復縁したいですって言ってきたら、うんうん、ちょっと待ってと思っちゃう。なんだろう、服屋さんに行って店員がやってきて、はい、この服おすすめですよとか言ったら、ちょっと嫌だなと思ったりするじゃないですか。まあそうですね、ちょっとで、はい、まあちょっとはい、また別のお店見てきますとか言って、別のお店を見に行って、うんうんうん、帰ってきたらまたすぐ寄ってきて、はいはいはい、どうしますみたいなこと嫌じゃないですか。ああ、でもなんか、ちょっと一回ほっとかないと。ああ、はい、でもなんか気持ち的に、言われたら嬉しいような気がしますけどね、男性目線としては。あ、
確かに今でもまだ僕のことが好いてるんだなっていう気持ちの確かめにはなるような気がするんですけど。それはそれその キムさんが振った相手ですか？それは。いや、まあ例えばその5ヶ月経ってるわけですよね。はい。で、その5ヶ月経って急に、まあ、来て、まあ、2,3 往復やり取りした時に、うん、その、うん、探るというか男性目線としてはなんかその言葉尻を見て、あ、うん、今でも僕のことまだ好きでいてくれてるのかな、どうなのかなっていう感じをこう意識して送ったりするときに、うん、まあ、ストレートに、あの、彼女いないの、今も彼女いないのとか、うん、まだ私は好きだよって言われるとちょっと嬉しくなったりするような気がするんですけど。それはいい質問ですね。いいコメントですね。これ何が言いたかというと、はい、要は相手が何を考えてるかわからないわけですよね、その彼が。そうですね、はい、うん。じゃあその違うパターンを考えてください。うんうんうん、今のちょっと嬉しいパターンですよね。はい。じゃあ他のパターンもあるでしょ。嫌なパターンですか？まあ鬱陶しいというか、うん、まあでも自分から5ヶ月目にして行ってきたけど、まあ勢いがすごいとかそういうことですよね。勢いがすごいと、うん、なんか、いや、その前に例えば、はいはい、まあ彼女のことを思い出して連絡はしてみたくなっているけれども、うん、うんうんうん、連絡したら実は結婚とかまで考えられなくて振ったと。あ、ただ5ヶ月ぐらい経ったら、まあ、はい、まあちょっと連絡したくなってみたみたいな、ちょっと好きは好きなんでっていうのがあるんですよ。その時に向こうのテンションが高かったら、あ、確かにそこの時点にまた戻っちゃうんだったらまたテンション低くなっちゃうかも、感じがします。ありますよね。はい、ありますね。だからいろいろなパターン考えなきゃいけなくて、うん、しかもどれを考えてるか彼が分からないとすると、うん、無難なところはどこですかっていう。なるほど、確かにその通りですね。はい。そうなると、はい、まあ私はあなたにすがりついていないが安全ですよね。うん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 。でしかも会ったらその連絡をしたら、うん、そのめちゃくちゃ楽しかったと。うん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 、うん。ほらこれもう一回連絡したくなりませんか、これは。なりますね。楽しかったらね、やっぱり。うん。うん、そうそうそう。で会ってみてもまた楽しいみたいな。うん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 。まあそれが答えですかね、これ簡単に答えると。これはなんか制限みたいなのあるんですか？例えば、1回5ヶ月ほど経って沈黙ってもうちょっと 長い期間だったかなと思うんですけど、うん、確か彼から連絡が来た場合わかんないですけど、半年とかでしたっけ、もうちょっと長かったでしたっけ。彼と連絡を経ってから半年沈黙しなさいって僕はいつも言ってるんですけれども、はい、その意図は、はい、大抵の場合振られた後半年以内に連絡が来るんですよ。おお、なるほど。ちゃんとほっとけばね。はい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 。はいはい、あ、じゃあこれはセオリーにのっとってるんだ。そう、セオリーにのっとってる。なるほど。つまり、彼から連絡が来たときが一番復縁しやすいんですよね。ああ、チャンスってことなんだね、本当に。そうなんです。でもこの方は多分潰しちゃってますね。え？いや、だからちょっとテンション嬉しくてすぐに返信したわけですが、はい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 、またテンション下がっちゃったっていう。ああ、これはじゃあ、なかなかやっぱりね、感情が高ぶってる時になかなかそういう自分をセーブするのってすごく難しいと思うんですけど、これはじゃあタイミングもちょっとどれぐらい待った方がいいんですか？来たけど1日ぐらい待った方がいいんですか、返信って。そうね、1日待って、うんうん、だからキャラクターとしては、うん、なんていうか最優先じゃないんですよ。例えば見たとしても、うんうんうん、まあ、明日返事しようぐらいのテンションの女性、うんうんのがいいですね。を演じるってことですね。そうそうそう。その後翌日だったりしますよね。はいはいはい、どうしたみたいな、うん。長さとかはどうなんですか、文章の長さ。一気にこう LINE とかでもバーッと送っていいのか、それとも。分かるでしょ、久しぶりみたいな。いやいや、いや、僕は分かるかもしれないんですけど、分かんないですけど、うん、皆さんが分かってらっしゃらない方にもちょっとサポートしていただければなと。だから軽い感じですよね、それは。軽い感じですね。はい。はい、で、しかもその、はい、嫌ってるとか避けてると思われないように、スタンプの1個ぐらいつけた方がいいかもね。それでなんかテンションが高く見えたりしないんですか、スタンプとか。なんだろう、スタンプによりますよね。うん、どうしたとか言って、なんだろう、うんと、アザラシが転がってるみたいなやつだったらいいんじゃないですかね。はい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 、うん、なるほど。それはその別れ際を早期させたりしちゃいけないとかないんですか、なんか。それはありますよ。だから私はあなたが最初に頃に出会ったあの素敵な女性よっていう思わせるっていうことは、うんうんうん、あの嫌な女じゃないって思わせるってことなので、うんうんうん、
例えばダメ出しをするようなキャラだったらダメ出しキャラと思われないようにしなくちゃいけないわけですよね。なるほどね。その LINE あるあるだと思うんですけど、そのメールとかだとこう単発で、うん、まあ過去のやつなんて見ないんですけど、 LINE とかだとその、うん、トークの画面って例えば5ヶ月前のトークが残ってるじゃないですか。確かに。そういうのって何か対策ありますか？これは難しいな。ないと言ってもいいな。見ちゃうもんね。うん、その一個上にどうしても分かるなら死んでやるとか入ってたらね。そう。ちょっとなんかディスカッションがすごい白熱してるやつが前にあって、うん、久しぶりみたいなのが始まってても、うん、それで言うと、まあ、あの頃の綺麗な私みたいなものを妨げになってしまうような、うん、まあ、それでもしょうがない。こちらでコントロールできないんで、そこからその最初の頃のキャラを演じていくしかないんでしょうね。なるほど、うん、うん、そうですよね。解決しましたかね。そうですね。まあこれじゃあ申し訳ないんですけど、そのもう一つアドバイスとして、この今、はい、ダメになっちゃったんでしょうねというお話だったんですけど、またちょっとこの、うん、投稿していただいた方にまたチャンスを作るとするならば、どういった行動がいいんでしょうか？まあ、一番無難なのは半年放っとくっていうことかな。また半年。はい。はい、まあ、あとはこれ宣伝ではないけれども、はい、やっぱり専門家に相談するっていうね。結局どうやって振られたのかとか全然変わるんですよ。例えばこの方が39歳で、はい、ものすごく結婚したくて、うんうん、25歳の男性に振られたって話なのか、うんうんうん、それとも同じ2人とも27歳ぐらいで、うんうん、なんか付き合ってて、なんか彼が他に好きな人ができて、それで別れたのか、はいはいはい、他に好きな人ができて、うんうん、別れたとするならば、なんかこう連絡した時はその女性とうまくいかなかったかもしれないですよね、うん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 、場合によって結構変わるんですよ。そう、確かに。そのいろんな、まあ、周りを知らないと、はい、正確な答えは出せないので、いろんな専門家の方にその、まあ、自分の状況をしっかり伝えてから意見を聞くっていうのが大事ってことですね。まあ、1時間ぐらいね、うんうん、相談すれば大抵はすごい明確な答えが出てきますけどね、うんうん、おお、やっぱ近道ですかね、そういう相談をするっていうのは。これ宣伝っぽくなってるかもしれないけど、はい、近道でしょうね。だってその大切な彼なんでね。はいはいはい、なんか1時間で解決するなら安いっちゃ安いですよね。まあ、ここに質問をいただいたのもそうですけど、やはりそのいろんな人にも相談していただいてると思うんですね、きっと。お友達とか、まあ、いないのかもしれないですし、はいはい、それでもやっぱり解決しなくて、うん、もう、まあ、ちょっと言葉あれかもしれない、わらにもすがる思いでいろいろ、ね、そう、相談してるっていうことがあるのかもしれないので、確かに一番の近道がもしあるんであれば、はい、利用していただければなと、うん、思いますね。まあそうね、その友達なんか相談するの全然意味がないんで。ああ、そうか、はい、そうかって、はい、専門家じゃないと意味がない、うんうんうん、まあ、しかもその僕が推奨してる先生ぐらいしか意味ないのかな、もしかしたら場合によっては。はいはい、はい、ちょっとあれだな、電波は不安定なんでちょっと一瞬切り替えますよ。はいはい、どうぞ。大丈夫ですか？大丈夫です。はい。なんかあんまり切り替わった感じがしなかったけど、このまま載せちゃおうかな。はい、いいです。はい。じゃあ、いいですか、この相談は、これで。そうね、この人、もうちょっと深く聞いてくれれば、もっと深く答えられますけどね。ああ、そうなんですね。じゃあ、また、はい、もし何かあれば、そうですね、追加情報があれば、回答していただきたいということで。はい、はい。じゃあ、次は後編、ニュースの方に。はい、行きましょうか。はい、で前回ニュースピックアップさせていただいて、どっちかというとこう、まあ、恋愛系に寄せたら、まあ、博士の方がもっと斬新なやつ来いというお話で、何でも切れるからというお話だったんで、うん、まあ、目つぶって IT 経済のライブドアのニュースをポチッと押してみてピックアップした。そうなんですか。はい、もう目つぶって押したやつなんですね、これ。そうですね。で、まあ、内容もまあ全然違うし、いいんじゃないでしょうかということで、はい。今回はですね、みんなの節約術、業務用スーパーで見切り品を買う、うん、薪ストーブ理由、キャリコネニュースから、うん、ライブドアに配信されたニュースです。はい、まあ、この記事は、未婚の、男性ですかね、未婚の男性なわけじゃないか。
未婚者と既婚者と混ざってるんですが、40代の年収200万円の男性とか、50代の年収800万円の男性とか、うん、3000万以上の年収のある男性の節約術を例に出していたニュースですが、まあもう、うん、のっけからいろいろ僕もツッコミどころが満載。おお、聞きたいね、そのツッコミどころ満載。いや、僕でいいんですか。いいでしょう。そうですか。いるかなんて、うん、まあこの記事で一つも僕はなんか、ああそうなんだとか、これすごいなとか思ったものではなかったから、タイトルでやっぱりギャップがあって、うん、知らないネタがあるのかなと思ったらそういうものでもなかったですし、まあ、うん、この年収200万、ちょっと記事を読んでみていただいたら分かるんですけど、年収200万円の人が業務スーパーでいろいろ見切り品を買って節約とか言ってるんですけど、海外に行くし、はい、800万の人なんて電気代節約ですとか言って薪ストーブ使って何お湯を沸かしたりとかしてますって言ってるんですけど、薪ストーブ自体のランニングコストがもう月多分4万ぐらいとか、煙突掃除とかね、薪自体を買うのにもランニングコストめちゃくちゃ高いのに、そんななんか一般的なその電気代よりもさらに高いような気がしますし、自給自足してるかもしれないよ、すべて。まあそういうね、もう一切ライフラインを絶って山暮らしとかそういう話でしたらあれですけど、一般的なニュースのネタとしてちょっと突飛すぎませんか、それは。うんうん、確かに。はい。まあなんで、まあ、僕自身、まあ、最近よくいろいろ YouTube で YouTuber のネタを見たりとかして、節約術とか、まあこれいいなとか思ったりとかしているものが、やっぱリセールバリューをちゃんと意識して買うといいよねみたいな話は結構。何それ、リセールバリューって。はい、二次流通の価値ですね。だからメルカリで売ったりとか、ブックオフでハードオフとかで売ったりとかするときに、ある程度値段が担保されてる、やっぱりそのブランドものというかしっかりしたものの方が買うときにはいいよと。安かろう悪かろうっていう粗悪品が多い中で、しっかり最初が安いから買うじゃなくて、次に売るときの値段も加味して買いましょうっていう方が、まあ、僕は結構刺さってて、そういう節約術をいろいろまた新しいネタがあればなと期待はしていたんですが、っていうところ。それもなんか安っぽいな。でどういうことですか。いやだから例えば何、はい、リユースを考えて買うって、例えば何を買いますか。まあ服とかですかね、バッグとか。まあ、特にバッグで、はい、だから二次利用できるとしたら服でもいいや。はい。だからいくらで買ったものをいくらで売るっていう感じなんですか。そうですね。例えば8000円で買ったものが6000円で売れたら実質2000円。6000円で。でも、来た後ってことですよね。そうです、そうです、そうです。だから今まではそのちょっと会社名を出すのはあれですけど、うん、まあ、実店舗のあるところで売ると、なんか8000円で買ったものが200円とか300円とか。っていう価格になってしまってたんですけど、今そのメルカリとかはすごくそういったことはあまりなくて、まあ、僕の実体験としてはあまりなくて、はい、思ってる以上に新品とほぼ同様の価格で売れたりとかする。へ、8000円が散々来た後に6000円で売れるんだ。例えばちょっと服飾じゃないんですけど、漫画とか430円とか440円で新品を買って、うん、もう読んで、はい、すぐ売っても400、390円とかで売れるんですよ。30円ぐらい、まあ送料も含めると50円ぐらいですかねっていうぐらいで読めちゃうみたいな。だレンタルと一緒じゃんみたいな感じになったりとかするっていうのが、まあ、あるのかなと。でも袋を買ってそこにやり取り、売るためのやり取りをして、それで売るんですよね。まあ、そういうのを含めて乗っけても多分ものの5分とか10分ぐらいだと思うので。そうかな。うん、まあいいか、分かるけど。はい、なんか、ま、もちろんいろいろ博士の意見は伺いたいのでぜひ言ってください。いや確かに、まあその、はい、この、みんなの節約術っていうニュースで書いてある、はい、不要品は買わない、はい、うん、趣味のものは購入、旅行には LCC を利用するとか、まあ、全部含めて読んでも、目新しいものは一つもないですし、はい、何のための記事なのと思ったりもするけれども、はい、まあまあ、これを僕はその、まあ、もういきなり恋愛で切っちゃうと、はい、
お金に対する価値観って本当に人それぞれだなと思うんですよね。キムさんの今おっしゃられた価値観も、その何、売るときには、物を買うときには売ることまで考えて買えっていうのも、はい、まあ、キム、僕は全く賛同できなかったわけですよね。あ、リセールバリューについては別に特に意識することないよと。そうそう、もうそもそもあの安かろう悪かろうっていうけど、うん、最近のものって別に安かったら悪いってことでもないなとも思ってて、まあまあそのこといいんです、あの、はい、みんながそれぞれの価値観を持ってると、はい、価値観、はい、そうそう、それでこうやっぱちょっと違うなとかを今多分キムさん思ったりしたわけですよ。博士全然分かってないか、例えばそれこそがチャンスなんですよ。つまり、はい、正しいですね。もうまあ婚活でも恋愛でも結局相手の影響を受けて僕はそのキムさんを落としたいとするじゃないですか、はい、女性側として、ね、はい、そしたら、あ、それってすごいねと、うんうん、その価値観すごいなとか言って影響を受けちゃうとキムさん嬉しくなっちゃうわけですよ。あ、なので基本的にその このなんかみんな言いたがるんですよね、自分のそういう節約術は、特にお金って特にそうで、はいはいはい、立てるってことですね、はい、それを立てるというか その影響を受けちゃうんですよ。影響を受けちゃう、うん、そう、自分が、はい、もうキムさんすごいと、じゃあ、はい、私次からそれ買ってみたよと、確かにメルカリで売ったらすごいことになった、うんうんうん、今後はそうするわって言われちゃうとキムさん気持ちいいっていうね、うん、それはやっと俺の言うことが分かった。それはなんか気づいたらそうなるんじゃなくて、そういうことをちゃんとするってことが大事ってことですよね、今お話。そう、ちゃんとする、はいはい、そうそう、はい、あのすごいねって言うだけじゃなくて、うん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 、自分もそれやってみるみたいな、まあそれする人あまりいなくて、大抵誰かがその価値観を言うと私はこう思うって言ってぶつかったりとか議論する。ああ、確かにそうですね。それが普通の人間でモテないと。ああ、議論になっちゃダメだと、ちゃんとその意見を聞いて自分でやってみてすごいねとフィードバックをすることが大事なんですね。あ、イケメンを落とす地味な女性も、はい、美女を落とす地味な男性も、うん、大抵その価値観を合わせるっていう必死な作戦を使ってこう落としてるわけですよ、うんうんうん、その結果美女やイケメンはなんていうか調子に乗って、うんうん、なんていうかずっと上から見せて俺すげえと思ってるけど、いや、あなたの見た目がかっこいいだけですよ、あなたがお金稼いでるんで、だからそのあれですよね、あの ZOZO タウンのその何、前澤さんの周りではみんな宇宙すげえって言ってるんでしょうね。そっちのニュースの方が良かったですかね。いやいや、まあまあ、だそういうわけで、だからその、はい、まあ、あれもね、ZOZO タウンのやつもみんな反対してる人反対してるじゃん、その金持ちを堕落するかみたいな、うんうん、でも前澤さんの心をつかもうと思ったらすごいねと、うんうんうん、僕も宇宙に行きたくなっちゃうけど僕には無理だろうなみたいなこと言うと、うんうん、ここにこ顔であのお金配ってくれるみたいなね。違うエッセンスも追加されましたけど、そうそう、それじゃあこれは価値観がもともと合ってる、人同士だったらどういうこと。それとてもいいですよね。はい、あ、とてもいい。でもとてもいい。うん、それはあの合うねでいいんです。合う、すごい合うねと。うん、ただもう価値観って細かく分岐すると、もう結局どっかでぶつかるんですよね。ああ、そうか。で、モテる男性は、モテる女性はモテる男性は、どこもぶつからずに、うん、なんか、なんだろう、相手にこびる。だから、その、電話相談で来る女性とかも、彼にのどこを好きになりましたって言ったら、価値観が合いましたとか、なんか、うん、考え方は似てるんですとか言ってくるんですけど、いや、それはあなたに合わせてるだけですよって僕はいつも思うんですよ。ああ、なるほど。いや、女性の方がうまいんですよとか、そうそうそう、そういうふうなことになる。女性が何か言ったとしたら、うんうん、私、旅行で LCC 使うんですよ、ああ、そんなのあるのみたいな、知ってるのにね、うん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 、どれぐらい安いのとか言って、じゃあこれ取ってみたよみたいな。なるほどね。嬉しくなっちゃうっていう。はい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 、すごいですね。手のひらでなんかもてあそばれてる感じが。そうなんですよ。いつもゲームを、あの、そういう恋愛弱者、恋愛の情報弱者みたいな人が踊らされちゃうんですね。でもそういうテクニックって多分皆さん知りたいですよね。その恋愛のテクニック。別に悪いことじゃないじゃないですか。実際に、ね、新しいものを聞いて実践して、ね、本当に良かったら良かったって言えばいいわけですし、すごかったらすごいっていう話は全然してもいいわけですしね。いや、すごくなくてもすごいって言うんですよ、でも。まあ、すごくなくても、まあそうですね。絶対に私はしないなと思ってます、するんですよ。あ、僕の昔話を一つすると、はい、ある
美しい女性がいて、その女性を落としたいと思ったんですよね。うんうんうん、でその時にその女性がビーズのファンだったんですよ。はい、ビーズのファン、はい、僕ビーズ嫌いだったんですよ。嫌いなんですね、うん、だって外国の、まあ、いろんなミュージシャンのパクリなんで全部、うん、バカにしてたんですけど。大丈夫ですかねそれ。アルバム買って大好きになってきましたよ、うん、カラオケでも歌い、はい、まあ、めちゃくちゃいいじゃんみたいな、うん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 、だから僕の価値観なんかどうでもいいんですよ、落とそうと思えばね。うん、なるほど。それは成功したんですか？それはね、ちょっと大きな失敗をしていて、まあそんな話はいいんですけど、まあ端的に話すと、そこで学んだ教訓は、一、はい、人を狙ったら同じあの仲間、同じその女友達を狙っちゃいけないの法則が働いて、はい、失敗しましたね。ああ、残念。一つのね、ネットワークで一人しか狙っちゃいけないっていう。ああ、じゃあそんなわけで切りましたね、完璧に。はい、素晴らしい。いつもながら素晴らしい。僕の最初の前半のニュースの説明むしろいらないですね。早くみんな後半を聞いてほしいぐらいの感じでしたね。だから僕が切った時にあれですよね、ヨーポンとかヨーとかなるといいですよね。じゃじゃんみたいな。でもそれもいや本当にいろんな皆さんの意見を聞くと、やっぱ BGM とかも実際にね、こういう話を妨げになるからいらないっていう、コメントもいただいてますし、そういうのを、ねね、改善した方がいいのかもしれないですね。要、うん、はちょっとまあ置いときますけど、置いときましょうか。なんかしらね、あるといいかもしれない。うんうん、パガスがそのセルフで用っていうのは、いやいや、そこまでやったら全然悲しくなってくるな。あ、そうですか。なんかそこまで、はい、すいません、余計なこと言いました。的な人じゃないんで、はい、すいません、パガスに何を してくれてんねんっていう話ですね。失礼しました、はいはい、じゃあそんなわけで今日終わりにしますか。はい、そうですね、はい、よかったです。じゃあまた次回お願いします。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。